アグニの神、芥川龍之介。シナの上海のある町です。昼でも薄暗いある家の2階に、人相の悪いインド人のばあさんが一人、商人らしいアメリカ人と何かしきりに話し合っていました。実は今度もおばあさんに占いを頼みに来たのだがね。アメリカ人はそう言いながら新しい巻きタバコへ火をつけました。占いですか？占いは当分見ないことにしましたよ。ばあさんはあざけるようにじろりと相手の顔を見ました。この頃はせっかく見てあげてもお礼さえろくにしない人が多くなってきましたからね。そりゃもちろんお礼をするよ。アメリカ人は惜しげもなく300ドルの小切手を1枚ばあさんの前へ投げてやりました。差し当たりこれだけ取っておくさ。もしおばあさんの占いが当たればその時は別にお礼をするから。ばあさんは300ドルの小切手を見ると急に愛想が良くなりました。こんなにたくさんいただいてはかえってお気の毒ですね。そうして一体またあなたは何を占ってくれろとおっしゃるんです？私が見てもらいたいのは、アメリカ人はタバコをくわえたなり狡猾そうな微笑みを浮かべました。一体日米戦争はいつあるかということなんだ。それさえちゃんと分かっていれば我々商人はたちまちのうちに大金儲けができるからね。じゃあ明日いらっしゃい。それまでに占っておいてあげますから。そうか、じゃあ間違いのないように。インド人のおばあさんは得意そうに胸を反らせました。私の占いは50年来一度も外れたことはないのですよ。何しろ私のはアグニの神がご自身お告げをなさるのですからね。アメリカ人が帰ってしまうと、ばあさんは次の間の戸口へ行って、エレン、エレンと呼び立てました。その声に応じて出てきたのは美しいシナの女の子ですが、何か苦労でもあるのか、この女の子の下膨れの方はまるで蝋のような色をしていました。何をグズグズしているんだい。本当にお前くらいグズグしい女はありゃしないよ。きっとまた台所で居眠りか何かしていたんだろう。エレンはいくら叱られてもじっとうつむいたまま黙っていました。よくお聞きよ。今夜は久しぶりにアグニの神へお伺いを立てるんだからね。そのつもりでいるんだよ。女の子は真っ黒なばあさんの顔へ悲しそうな目をあげました。今夜ですか？今夜の12時。いいかい？忘れちゃいけないよ。インド人のばあさんは脅かすように指を上げました。またお前がこの間のように私に世話ばかり焼かせると、今度こそお前の命はないよ。お前なんぞは殺そうと思えばひよっこの首を絞めるより。こう言いかけたばあさんは急に顔をしかめました。ふと相手に気がついてみると、エレンはいつか窓際に行ってちょうどついていたガラス窓から寂しい往来を眺めているのです。何を見ているんだい。エレンはいよいよ色を失ってもう一度ばあさんの顔を見上げました。よしよし、そう私をバカにするんならまだお前は痛い目に遭いたりないんだろう。
ばあさんは目を怒らせながら、そこにあったほうきを振り上げました。ちょうどその途端です。誰か外へ来たと見えて、戸を叩く音が突然荒々しく聞こえ始めました。2その日のかれこれ同じ時刻に、この家の外を通りかかった年の若い一人の日本人があります。それがどう思ったのか、2階の窓から顔を出したシナ人の女の子を一目見ると、しばらくはあっけに取られたようにぼんやり立ちすくんでしまいました。そこへまた通りかかったのは、年を取ったシナ人の人力車夫です。おいおい、あの2階に誰が住んでいるか、お前は知っていないかね。日本人はその人力車夫へいきなりこう問いかけました。シナ人は火事棒を握ったまま高い2階を見上げましたが、あそこですか？あそこにはなんとかいうインド人のおばあさんが住んでいます。と気味悪そうに返事をすると、そうそう行きそうにするのです。まあ待ってくれ。そうしてそのばあさんは何を商売にしているんだ？占い者です。が、この近所の噂じゃ、何でも魔法さえ使うそうです。まあ命が大事だったら、あのばあさんのところなぞへは行かない方が良いようですよ。シナ人の車夫が行ってしまってから、日本人は腕を組んで、何か考えているようでしたが、やがて決心でもついたのか、さっさとその家の中へ入っていきました。すると突然聞こえてきたのは、ばあさんの罵る声に混じったシナ人の女の子の泣き声です。日本人はその声を聞くが早いか、ひとまたりに2、3段ずつ薄暗いはしごを駆け上がりました。そうしてばあさんの部屋の戸を力いっぱい叩き出しました。戸はすぐに開きました。が、日本人が中へ入ってみると、そこにはインド人のばあさんがたった一人立っているばかり。もうシナ人の女の子は次の前でも隠れたのか、影も形も見当たりません。何かご用ですか？ばあさんはさも疑わしそうにじろじろ相手の顔を見ました。お前さんは占い師だろ？日本人は腕を組んだまま、ばあさんの顔をにらみ返しました。そうです。じゃあ私のような図は聞かなくてもわかっているじゃないか。私も一つ、お前さんの占いを見てもらいにやってきたんだ。何を見てあげるんです？ばあさんはますます疑わしそうに、日本人の様子を伺っていました。私の主人のお嬢さんが去年の春行方知れずになった。それを一つ見てもらいたいんだが。日本人は一句一句力を入れて言うのです。私の主人は香港の日本領事だ。お嬢さんの名は妙子さんとおっしゃる。私は遠藤という書生だが、どうだね。そのお嬢さんはどこにいらっしゃる？遠藤はこう言いながら、上着の隠しに手を入れると、一丁のピストルを引き出しました。この近所にいらっしゃりはしないか？香港の警察署の調べたところじゃ、お嬢さんをさらったのはインド人らしいということだったが、隠し立てをすると、ためにならんぞ。しかし、インド人のおばあさんは少しも怖がる景色が見えません。見えないどころか、唇にはかえって人を馬鹿にしたような微笑みさえ浮かべているのです。お前さんは何を言うんだい。私はそんなお嬢さんなんぞは顔を見たこともありゃしないよ。嘘をつけ。今その窓から外を見ていたのは、確かにお嬢さんの妙子さんだ。
遠藤は片手にピストルを握ったまま、片手に次の間口を指さしました。それでもまだ強情を張るんなら、あそこにいる品人を連れてこい。あれは私のもらい子だよ。ばあさんはやはり罵るようにニヤニヤと一人笑っているのです。もらい子か、もらい子でないか、一目見りゃわかることだ。貴様が連れてこなければ、俺があそこへ行ってみる。遠藤が次の前へ踏み込もうとすると、とっさにインド人のばあさんは、その戸口に立ちふさがりました。ここは私の家だよ。見ず知らずのお前さんなんぞに奥へ入られてたまるものか。どけ。どかないと撃ち殺すぞ。遠藤はピストルをあげました。いや、あげようとしたのです。が、その拍子にばあさんが、カラスの鳴くような声を立てたかと思うと、まるで電気に打たれたように、ピストルは手から落ちてしまいました。これには勇み立った遠藤も、さすがに肝をひしがれたのでしょう。ちょいとの間は不思議そうにあたりを見渡していましたが、あながちまた勇気を取り戻すと、魔法使いめ、と罵りながら、虎のようにばあさんに飛びかかりました。が、ばあさんも去るものです。ひらりと身をかわすが早いか、そこにあったほうきを取って、またつかみかかろうとする遠藤の顔へ、床の上のゴミを吐きかけました。すると、そのゴミが皆火花になって、目と言わず口と言わず、バラバラと遠藤の顔へ焼きつくのです。遠藤はとうとうたまりかねて、火花のつむじ風に追われながら、転げるように外へ逃げ出しました。3その夜の12時に近い時分、遠藤は一人ばあさんの家の前に佇みながら、2階のガラス窓に映る火影を悔しそうに見つめていました。せっかくお嬢さんの在りかを突き止めながら、取り戻すことができないのは残念だな。いっそ警察へ訴えようか。いやいや、シナの警察が手ぬるいことは香港でももうコリコリしている。万一今度も逃げられたらまた探すのが一苦労だ。と言ってあの魔法使いにはピストルさえ役に立たないし。遠藤がそんなことを考えていると、突然高い2階の窓からひらひら落ちてきた紙切れがあります。おや、紙切れが落ちてきたが、もしや、お嬢さんの手紙じゃないか。こうつぶやいた遠藤は、その紙切れを拾い上げながら、そっと隠した懐中電灯を出して、まん丸な光に照らしてみました。すると果たして、紙切れの上には、太古が書いたのに間違いない、消えそうな鉛筆の跡があります。遠藤さん、このうちのおばあさんは、恐ろしい魔法使いです。時々真夜中に私の体へアグニというインドの神を乗り移らせます。私はその神が乗り移っている間中死んだようになっているのです。ですからどんなことが起こるか知りませんが、何でもおばあさんの話ではアグニの神が私の口を借りていろいろ予言をするのだそうです。今夜も12時におばあさんがまたアグニの神を乗り移らせます。いつもだと私は知らず知らず気が遠くなってしまうのですが、今夜はそうならないうちにわざと魔法にかかった真似をします。そうして私をお父様のところへ返さないとアグニの神がおばあさんの命を取ると言ってやります。おばあさんは何よりもアグニの神が怖いのですから、それを聞けばきっと私を返すだろうと思います。どうか明日の朝もう一度おばあさんのところへ来てください。この計略のほかにはおばあさんの手から逃げ出す道はありません。さようなら。遠藤は手紙を読み終わると懐中電灯を出してみました。時計は
12時5分前です。もうそろそろ時刻になるな。相手はあんな魔法使いだし、お嬢さんはまだ子供だから、よほど運が良くないと。遠藤の言葉が終わらないうちに、もう魔法が始まるのでしょう。今まで明るかった2階の窓は、急に真っ暗になってしまいました。と同時に、不思議な香の匂いが、町の敷石にも染みるほど、どこからか静かに漂ってきました。その時、あのインド人のばあさんは、ランプを消した2階の机に魔法の書物を広げながら、しきりに呪文を唱えていました。書物は香炉の火の光に、暗い中でも文字だけはぼんやり浮き上がらせているのです。ばあさんの前には心配そうなエレンが、いや、品服を着せられた太鼓が、じっと椅子に座っていました。さっき窓から落とした手紙は、無事に遠藤さんの手に入っただろうか。あの時往来にいた人影は、確かに遠藤さんだと思ったが、もしや人違いではなかったであろうか。そう思うと、太鼓はいても立ってもいられないような気がしてきます。しかし、今、うっかりそんな煙が、ばあさんの目にでも止まったが最後、この恐ろしい魔法使いの家から逃げ出そうという計略は、すぐに見破られてしまうでしょう。だから、太鼓は一生懸命に震える手を組み合わせながら、かねてたくんでおいた通り、アグニの神が乗り移ったように見せかけるときの近づくのを今か今かと待っていました。ばあさんは呪文を唱えてしまうと、今度は太鼓をめぐりながらいろいろな手振りをし始めました。あるときは前へ立ったまま、両手を左右に上げてみせたり、またあるときは後ろへ来て、まるで目隠しでもするようにそっと太鼓の額に手をかざしたりするのです。もしこの時部屋の外から誰かばあさんの様子を見ていたとすれば、それはきっと大きなコウモリか何かが青白い香炉の火の光の中に飛び回ってでもいるように見えたでしょう。そのうちに妙子はいつものようにだんだん眠気が兆してきましたが、ここで眠ってしまってはせっかくの計略にかけることもできなくなってしまう道理です。そうしてこれができなければ、もちろん二度とお父さんのところへも帰れなくなるのに違いありません。日本の神々様、どうか私が眠らないようにお守りなすってくださいまし。その代わり、私はもう一度、たとえ一目でもお父さんのお顔を見ることができたなら、すぐに死んでもよろしゅうございます。日本の神々様、どうかおばあさんを騙せるようにお力をお貸しくださいまし。妙子は何度も心の中に熱心に祈りを続けました。しかし、眠気はおいおいと強くなってくるばかりです。と同時に妙子の耳にはちょうどドラでも鳴らすような得体の知れない音楽の声がかすかに伝わり始めました。これはいつでもアグニの神が空から降りてくるときにきっと聞こえてくる声なのです。もうこうなってはいくら我慢しても眠らずにいることはできません。現に目の前の香炉の火やインド人のばあさんの姿でさえ、気味の悪い夢が薄れるようにみるみる消え失せてしまうのです。アグニの神、アグニの神、どうか私の申すことを聞き入れくださいまし。やがてあの魔法使いが床の上にひれ伏したまましわがれた声を上げたときには、太鼓は椅子に座りながらほとんど生死も知らないようにいつかもうぐっすり寝入っていました。5。妙子はもちろんばあさんもこの魔法を使うところは
誰の目にも触れないと思っていたのに違いありません。しかし実際は部屋の外にもう一人戸の鍵穴から覗いている男があったのです。それは一体誰でしょうか。言うまでもなく書生の遠藤です。遠藤は太古の手紙を見てから一時は大台に立ったなり、夜明けを待とうかとも思いましたが、お嬢さんの身の上を思うとどうしてもじっとしてはいられません。そこでとうとう盗人のようにそっと家の中へ忍び込むと、早速この2階の戸口へ来てさっきから覗き見をしていたのです。しかし覗き見をすると言っても、何しろ鍵穴を覗くのですから、青白い香炉の日の光を浴びた死人のような太古の顔がやっと正面に見えるだけです。その他は机も魔法の書物も床にひれ伏したばあさんの姿もまるで遠藤の目には入りません。しかししわがれたばあさんの声は手に取るようにはっきり聞こえました。阿国の神、阿国の神、どうか私の申すことをお聞き入れくださいまし。ばあさんがこう言ったと思うと、息もしないように座っていた太古はやはり目をつぶったまま突然口を聞き始めました。しかもその声がどうしても太古のような少女とは思われない荒々しい男の声なのです。いいや、俺はお前の願い謎は聞かない。お前は俺の言いつけに背いていつも悪事ばかり働いてきた。俺はもう今夜限りお前を見捨てようと思っている。いや、その上に悪事の罰を下してやろうと思っている。ばあさんはあっけに取られたのでしょう。しばらくは何とも答えずにあえぐような声ばかり立てていましたが、妙子はばあさんに頓着せず、おごそかに話し続けるのです。お前は哀れな父親の手からこの女の子を盗んできた。もし命が惜しかったら、明日とも言わず今夜のうちに早速この女の子を返すがよい。遠藤は鍵穴に目を当てたまま、ばあさんの答えを待っていました。すると、ばあさんは驚きでもするかと思いのほか、肉々しい笑い声を漏らしながら、急に太古の前へ突っ立ちました。人をバカにするのもいい加減に惜しい。お前は私を何だと思ってるのだい？私はまだお前に騙されるほど、もうろくはしてないつもりだよ。早速お前を父親へ返せ。警察のご役人じゃあるまいし、阿国の神がそんなことを追いつけになってたまるものか。ばあさんはどこから取り出したか、目をつぶった太古の顔の先へ一丁のナイフを突きつけました。さあ正直に白状をし、お前はもったいなくも阿国の神の声色を使っているのだろう。さっきから様子を伺っていても、太古が実際眠っていることはもちろん遠藤には分かりません。ですから遠藤はこれを見ると、さては計略が露見したかと思わず胸を躍らせましたが、太古は相変わらずまぶた一つ動かさず嘲笑うように答えるのです。お前も死に時が近づいたな。俺の声がお前には人間の声に聞こえるのか。俺の声は低くとも天井に燃える炎の声だ。それがお前にはわからないのか。わからなければ勝手にするがいい。俺はただお前に尋ねるのだ。すぐにこの女の子を送り返すか、
それとも俺の言いつけに背くか。ばあさんはちょいとためらったようです。が、直ちに勇気を取り戻すと、片手にナイフを握りながら、片手に太鼓の襟髪をつかんで、ずるずる手元へ引き寄せました。この雨め、まだ五条を張る気だな。よしよし、それなら約束通り、人思いに命を取ってやるぞ。ばあさんはナイフを振り上げました。もう一分間おふくれても、太鼓の命はなくなります。遠藤はとっさに身を起こすと、錠のかかった入り口の戸を無理無体に開けようとしました。が、戸は容易に破れません。いくら押しても叩いても、手の皮がすりむけるばかりです。6。そのうちに部屋の中からは誰かのわーっと叫ぶ声が突然暗闇に響きました。それから人が床の上へ倒れる音も聞こえたようです。遠藤はほとんど気違いのように妙子の名前を呼びかけながら全身の力を肩に集めて何度も入り口の戸へぶつかりました。板の裂ける音、錠の跳ね飛ぶ音、戸はとうとう破れました。しかし肝心の部屋の中はまだ香炉に青白い炎がメラメラ燃えているばかり、人気のないようにしんとしています。遠藤はその光を頼りにおずおずあたりを見回しました。するとすぐに目に入ったのはやはりじっと椅子にかけた死人のような太鼓です。それがなぜか遠藤には頭に五香でもかかっているようにおごそかな感じを起こさせました。お嬢さん、お嬢さん。遠藤は椅子へ行くと太鼓の耳元へ口をつけて一生懸命に叫び立てました。が太鼓は目をつぶったなり何とも口をききませんでし。お嬢さん、しっかり押しなさい。遠藤です。太鼓はやっと夢が覚めたようにかすかな目を開きました。遠藤さん。そうです、遠藤です。もう大丈夫ですからご安心なさい。さあ早く逃げましょう。妙子はまだ夢うつつのように弱々しい声を出しました。計略はダメだったわ。つい私が眠ってしまったものだから堪忍してちょうだいよ。計略が露見したのはあなたのせいじゃありませんよ。あなたは私と約束した通り、アグニの神のかかった真似をやりおせたじゃありませんか。そんなことはどうでもいいことです。さあ、早くお逃げなさい。遠藤はもどかしそうに椅子から太鼓を抱き起こしました。あら、嘘。私は眠ってしまったのですもの。どんなことを言ったか知りはしないわ。遠藤は、ごめんなさい。太鼓は遠藤の胸にもたれながら、つぶやくようにこう言いました。計略はダメだったわ。とても私は逃げられなくってよ。そんなことがあるものですか。私と一緒にいらっしゃい。今度しくじったら大変です。だっておばあさんがいるでしょ。おばあさん。遠藤はもう一度部屋の中を見回しました。机の上にはさっきの通り魔法の書物が開いてある。その下へ仰向きに倒れているのは、あのインド人のおばあさんです。ばあさんは意外にも、自分の胸へ自分のナイフを突き立てたまま、血だまりの中に死んでいました。おばあさんはどうして？死んでいます。妙子は遠藤を見上げながら、美しい眉を潜めました。私、ちっとも知らなかったわ。おばあさんは、遠藤さんが、あなたが殺してしまったの？遠藤は、ばあさんの死骸から、妙子の顔へ目をやりました。
今夜の計略が失敗したことが。しかし、そのためにばあさんも死ねば、妙子も無事に取り返せたことが。運命の力の不思議なことが、やっと遠藤にも分かったのは、この瞬間だったのです。私が殺したのじゃありません。あのばあさんを殺したのは、今夜ここへ来たアグニの神です。遠藤は妙子を抱えたまま、おごそかにこうささやきました。芥川龍之介、アグニの神でした。以上で朗読を終わりたいと思います。今日も聞いてくださった方、どうもありがとうございました。クララちゃん、ネオちゃん、聞いてくださってありがとうございます。アイテムをね、投げてくださって本当にありがとうございます。嬉しいです。また次の、配信でお会いできたらと思います。今日はどうもありがとうございました。それでは今日の配信はここで終わりたいと思います。おやすみなさい。